ここは名護市稲峰です。最近この辺り羽地大橋からこの稲峰に向かってが軽石がすごく積もりやすい傾向にあるようで、もう何キロにもわたって軽石が来ています。このテトラポットの向こう、今車が通っているところは58号線です。この軽石の量はもうすごい量です。新長靴履いてきましたが、もうこうやってどんどん埋まっていっても全部が軽石ですね。こうですよ。あっちがあの矢ヶ地に渡る橋のところなんですけれども、すごいです。もうちょっと気をつけながら進みますが、まるでこう砂浜がずっと続いているように見えますけれども、これ砂浜じゃないです、これ海です。これは海なんです。本当はそれを証拠にちょっとね進んでみますよ。ここちょっと水来てるの分かります。ここが波打ち際のはずなんですよね。でこれがこんな風にね、もう、波打ってないぐらい分厚く来てるんですよね。枯れ山水みたいでしょ。ちょっと今こんな風になってます。こんだけ白波があってね、波もこう来てるはずなのに、ここまではもう波打つこともできないぐらい、本当にたくさんの軽石が来ています。この辺りまで波があるんです。でもここからちょっと動けないっていうぐらい詰まってますね。表面ご覧ください。波打ってある程度のところまでは来るけれども、もうこのキワキワの私が今立っているあたりまでは波打つこともできないほどぎっしり来ています。同じ名護市羽地内海の中尾に移動してみます。特に羽地大橋を望む場所、ここは名護市中尾です。中尾公民館の前あたりの海なんですが、ここにも今日はたくさん軽石が押し寄せられています。ここは希少な渡り鳥もやってくる場所で、鳥獣特別保護区に指定されている場所なんです。うっすらかなうっすらでありますようにと。すくうとやっぱりありますね。日によって軽石の量は変わるんですが、あちこちがこんな痛みを抱えています。一刻も早く成分分析が済んで、この状況を打破できるようになるように願っています。